ユニックスにおけるバーナーとはコマンドラインの引数に与えられた文字列を巨大な ASCII アー,アートに変換して出力するプログラムである。本コマンドの一つの利用方法としては印刷ジョブ用に極めて見やすい区切りページを作成することが挙げられる。各引数はそれぞれ10文字で切り詰められ、それらが1行ずつ出力される。複数の語を単一の行に 出力させるには、それ個単一の引数として渡してやらねばならない。その方法とは、エスケープするか、強引用符で囲むことで、シェルが適切に処理できる形にすることである。関連するプログラムとして、より柔軟なフィグレットというプログラムがある。これは、テキストを異なるフォントと、方向から表示させることが可能である。このプログラム内部に実装している方法はエラーを起こしやすく、 時代遅れである。使用される文字フォントが性的に初期化されるデータ構造として、プログラムコード自体にハードコーディングされている。二つのデータ構造があり、一つは、各文字のビットマップを符号化する一連の出力命令を網羅するデータテーブルである。二番目は、各文字コードに対し、その文字の開始と終了を指示する印字を出力するテーブルにあるインデックスである。 両データ構造は手動作成されている。スピネリスはこれ以上にエラーを起こしやすく、かつデータフォーマットをメンテナンス不可能なまでにするには、かえって難しいと推察している。彼はバーナープログラムのソースコードとコンピュータフォントをプログラムフォントデータに組み込んで符号化するためのソースコードを自動的に生成した場合と比較して、著しいまでの違いを観察している。 自動的に生成されたデータについては、ビットパターンを弾き出し、アスキーアートを表現している、とコメントしている。自動的に生成されたデータは、GUI を持つ作成、編集プログラムで生成したビットマップファイルから、生成される。そして自動的に生成されたデータは、簡単で理解しやすい手法、角グリフ用に符号化されていない一連の固定帳、バイト列で構成されている。 スピネリスは、さらに続けて、現代的なコンピュータシステムにおいて、これらデータをプログラムの実行イメージ自身に埋め込むことは、滅多なことがない限り、賢明ではなく、たとえそうしたとしてもパフォーマンスの向上にはさほど起用しない、と述べている。そのようなことをすると、異なるロケールにプログラムを対応させることや、プログラム自身をメンテナンスすることが困難になる。 現代的なシステムにおいて、より好まれるアプローチは、そのようなデータを別のファイルに分けて保存し、プログラムの実行イメージファイルと分離すること、または、プログラムのリソースフォークに置き、実行時にプログラムが読み込むこと、である。各派生版の一部を以下に列記する。ターミナル指向のバーナープログラムでは、以下のような出力となる、ドルバーナーハロー。 Mac OS X など BSD とその派生オペレーティングシステムに通常組み込まれているプリンター指向なバーナープログラムでは1文字を次のように表示するドルバーナー W80A ありがとうございます